子どもたちにこんな話をしたことはないでしょうか。世界には貧しい国や地域があって、6秒に1人の子どもが食べるものがなくて死んでしまう。食べれることに感謝して食べなさい。さて、結果はどうでしょう。子どもたちはその直後の夕食で、あれ嫌い、もうお腹いっぱいと言ってご飯を残そうとします。私はそんな時、海外の貧しい地域のご飯を食べてもらいます。例えばウガンダのポショという料理です。このポショという料理は、白いトウモロコシの粉を熱いお湯で練ったものに、じっくり煮込んだ豆をかけて食べる料理です。そして白いトウモロコシや豆は、雨が少ない痩せた土地でも育つ強い野菜だという話。この一皿だけで一日を過ごさないといけない子どもたちも多い話。小さい子どもたちが戦争に巻き込まれ、銃を持ち兵隊に生かされる話をします。すると子どもなりにイメージを膨らませ、きれいにご飯を食べてくれることがあります。私は世界の料理を作るシェフです。現地の方に教えていただいた料理を作っています。また世界の歴史や国際問題に興味を持ってもらう手段として、世界の料理を食べてもらうという体験をしてきました。例えば日本の難民の問題、私たちのすぐ近くにあるこの大事な問題を、もっとたくさんの方にもっと真剣に考えてほしいと思いました。私たちの多くはエチオピアやトルコの難民のことは知っていても、日本に難民がたくさん来ていることを知りません。そもそもなぜ日本に来たのか、日本に来てもなぜ難民申請が通らないのか、日本に来ている難民の方がどんな生活をしているのか、そんなことを考えたことがある方は案外少ないのかもしれません。私は難民をテーマにしたイベントを開催し、難民を支援されている団体の方にお越しいただき、お話を詳しくお聞きしました。そして日本で難民の多いミャンマーという国の家庭料理を作り、皆さんと一緒に食べました。このチェッターアールヒンという料理は、インドの影響を受け、スパイスのよく効いたご飯によく合う日本の肉じゃがのような料理です。ちょっと想像してみてください。皆さんがこのチェッターアールヒンを夕ご飯で食べています。おいしい。でも次の瞬間、バーンとドアが開き、兵隊が押し入ってくる、そんな状況です。想像できますか。当然夕食どころではない、転げるように逃げることになるでしょう。家も家財も捨てて逃げる、ひどい話では子供を捨てて逃げれないという話もあります。逃げるのに必死です。まさしくこのような状況に置かれた人たちがいるんです。こんな話を
チェッターアルフィンを食べて考えたのです。イベント終了後、嬉しいことに継続的支援をしてくださる方や、大学で自主的にサークルを立ち上げる若者も出てきました。世界には難民以外にもたくさんの問題があります。私はそのたくさんの問題についても料理を通して考えてみてほしいと思いました。そしてあるアイデアを思いついたのです。2010年、世界のごちそうアースマラソンというイベントを開催しました。2年間で世界中の料理を作り、皆さんに食べていただくイベントです。韓国から始まり、最後は日本。世界一周の旅をするように、全部で195カ国の料理を作りました。料理は2週間で4カ国の料理が提供されます。これがその時お配りしたメニューです。世界の歴史や文化、その国のメニューが書かれています。これならお客様と世界中の問題について話し合うことができる。例えばアメリカ南部の郷土料理ガンボでは、黒人差別の問題を話し合いました。ガンボはミシシッピ川で取れるザリガニや鶏肉を材料に使っています。中でもオクラを必ず入れるのが特徴です。オクラはアフリカ原産。奴隷貿易時代に奴隷船に乗って黒人と一緒に運び込まれたのではないかという説があります。アメリカ南部にオクラが運ばれて、現地の食材と出会い、ヨーロッパのスパイスと合わさり、現在に受け継がれてきた。つまり白人文化と黒人文化が融合した状態で料理が誕生したというわけです。このガンボという一皿に、黒人奴隷の悲しい歴史や入植者の横行を見ることができるというわけです。この一皿に歴史が混在しているのがよくわかるね。こんなにおいしいのに悲しい歴史があるなんて、なんだか皮肉だね、とガンボを食べ、背景を知り、差別を考えるきっかけにしました。中国籍の女性の方が、私も小さい頃差別を受けたからよくわかるという話をしてくださり、身近な差別やいじめ、それらをなくすには相手の立場に立つ、想像力を養うといったことが大切ではないかという話に進展しました。料理と一緒に歴史や文化を知るアースマラソンは、差別をはじめ、支配する国々、戦争、食糧問題、世界が平和になるにはどうしたらいいかなど、さまざまな問題を私たちのこととして考えるきっかけになったのです。世界にはさまざまな国があり、それぞれ大きな問題を抱えています。それはテレビや新聞で知ることも多いでしょう。でもそれは遠い世界の他人事であって、自分たちのこととして考えることは少ないのではないでしょうか。ある意味それは仕方のないことです。人は見たり聞いたりしただけではなかなか自分事にできないし、
具体的な想像がしにくいのです。私は今までの経験から、問題の起こっている国や人のことを考えながら、その国の料理を食べるという体験がとても大切ではないかと考えるようになりました。考えながら食べるという体験は、遠い世界のことを自分たちのこととして想像し、考えるきっかけになるのです。世界の料理は、遠い世界のことを自分ごととして感じさせるツールとしての価値があると言えるでしょう。私は世界の料理を学ぶため、たくさんの国を訪れましたが、現地の方と関わり、語り尽くせぬほどの思いやりや優しさに触れました。それと同時に、貧しさや差別、飢餓で苦しむ方の姿も見てきました。衝撃でした。なんて不平等なんだろう、なんて不公平なんだろう、同じ地球に生きているのに、怒りにも似た感情です。そして自分が頭では分かっていたことが、自分ごとにできていなかったことに衝撃を受けたのでした。私の願いは、皆さんが世界の国々の問題に興味を持ってくれることです。興味を持ってください。考えてみてください。自分ごとにしてください。それが世界を良くする一歩になります。そして世界の料理を食べてみてください。世界の料理は、私たちと世界を近づけ、より良い未来への道しるべになる。私はそう信じています。ありがとうございました。